簡易構造立体構造シリコーンとは、白気酸結合による主骨格を持つ合成鉱分子化合物の総称である。語源は、ケトンの炭素原子をイ素原子で置換した化合物を意味するシリコケトンから。ただし、慣用的に低分子シラン類を含む有機イ素化合物全般を指す意味で使用される場合もある。科学的には、 ジクロロジメチルシランをはじめとする各種のシラン類を加水分解し生成したシラノールが脱水縮合したオリゴマー、ポリマーである。モノマーが10以下の比較的低分子のものはポリシロキ酸または単にシロキ酸と呼ばれる。なお、高分子で合成樹脂として用いられるものは一般にシリコン樹脂あるいは略されてシリコンと呼ばれることが多く元素。 単体のイ素と紛らわしいので注意が必要である。主骨格である白気酸結合は一般に有機物の骨格を形成している炭素、炭素結合に対し結合エネルギー、原子間距離、結合格がいずれも大きく分子全体は螺旋構造をとっている。これらの特性によって通常の有機物には見られない様々な特徴を備えている。 主骨格の結合が強いことが最も基本的な特徴である耐熱性を発揮し摂氏200度を超える高温に耐える。さらに高温では次第に変性や分解するもののその速度は緩やかで燃焼や爆発を伴わない。また分解性生物は主にシリカと水で危険性が低い。科学的に安定で酸化、分解されにくい性質は 研究室からプラントに至る科学分野で重宝され欠かせないものとなっているほか生理活性が低いため人を含む生態への毒性が小さい要因となっている白気酸結合のバンドギャップが大きいため電気絶縁性が比較的高いその割に有電率が小さいため電場を妨げず発熱しにくいほか耐熱性と同様の要因から絶縁体力に優れ 紫外線や放射線による攻撃にもある程度耐えることから耐光性も備えている。螺旋状の分子構造は内側の四骨格を地管器が取り巻く構造となっている。このためポリシロキサンで見られる水素結合が妨げられ分子間力が相対的に小さい。この性質は液体では表面張力や温度による粘性変化を小さくし、 固体では発水性やガスト過性を高くする。また、ケイ素上に有機性の置換器を多数備えていることから、ガラスなどの無機物にはない海面特性を持たせることができる。導入する置換器を選択し、さらに骨格を感情や分子構造とすることで、耐熱性や耐化学性、浸水性や疎水性など様々な機能が強化、または 付与されている。使用される置換器としては、ポリエーテル、エポキシ、アミン類、カルボキシルモトアラルキルモトなど多様であり、導入位置の組み合わせと相まって極めて多岐にわたり、メチルモトまたはフェニルモトのみを導入したストレートシリコーンに対し、変性シリコーンと呼ばれる。大手メーカーでは、原料のシュラン類から一貫して製造することが多い。 金属系素と塩化メチルを同色媒の存在下で摂氏300度前後に加熱すると、ジメチルジクロロシランを主体とするシラン類が生成する。塩化メチル以外にも、目的となる有機元や骨格構造によって、様々な有機塩素化合物が使用される。例えば、フェニル元の導入に必要なフェニルシランは、クロロベンゼンが利用される。ただし、いずれにしても、 複製生物が多いため、整流工程が欠かせない。分離された複製生物は再度反応させたり、シランとして利用される。ついで、加水分解と脱水縮合工程であるが、塩素化シラン類は、加水分解によって塩酸を生じ、これが酸触媒として作用するため、生成したシラノールはそのまま自己縮合して、白キ酸となる。したがって、 製造しようとするシリコーンに応じ、シラン類の配合比や復元量、反応温度などの調整が重要となる。製造プロセスで、清流工程を経るため、シラン類の純度が高く、製品の性能を高くする要因となっているが、加水分解と脱水縮合を同時進行させるため、製品中に、環状白木酸などの低分子成分が含まれがちとなる。 用途によっては障害の原因となるため、含有を低減させる手法も開発されている。シリコーンが初めて合成されたのは20世紀初めにイギリスのフレデリック・キッピングによるグリニャール主薬の研究過程でとみられている。やがて、その優れた性質が知られるようになったものの、費用、収率などの面から実験レベルに止まっていた。1934年、 コーニング社のジェームス・フランクリン・ハイドは透明、シリコーン樹脂を発明し、特許を取得している。この発明により彼は、シリコーンの父、ファーザー・オブ・シリコンズと呼ばれている。その後、応用研究がアメリカで進められ、1940年に GE 社の友人ージー,ジーロー長による直接法開発を契機として、耐熱絶縁体として、軍需産業で利用が拡大した。 コーニング社はシリコーンの製品化のためにダウケミカル社と合弁でダウコーニング社を1943年に設立している。日本では東京芝浦電機が1941年に低素樹脂の研究に着手し1951年から自社製品に使用している。シリコーン素材としての販売は1953年に新越化学工業から ダウコーニング社は、1966年にトーレとの共同出資で、トーレダウコーニングシリコーン株式会社を設立している。北米、EU、東、アジアを中心に、2000年現在で約70億ドルと推定され、生産、消費とも拡大傾向が続いている。主なメーカーは、ダウコーニング、モメンティブパフォーマンスマテリアルズ、新越化学工業。 ワッカーケミー、ローリア。国内では、トーレとダウコーニングの合弁会社、トーレダウコーニング株式会社、アサヒカ製とワッカーケミーの合弁会社アサヒカ製ワッカーが事業を行っている。一般に、無色、無臭で発水性を持ち、相当する炭素骨格ポリマーに比べて、耐油性、耐酸化性、耐熱性が高く、不動体であり、15度や、置換気などの違う。 様々な形態の製品が提供されている。ただし、金属酸化物の性質を持つため、強酸に対しては、弱く、変質させられる。また、フロン、代替フロン、トルエン、アセトン、メチルエチルケトンなど一部の溶媒には侵される。このため、そのような環境にさらされる場合には用いられない。白気酸結合が2000以下の直射構造の分子は、オイルの性質を示し、 多くは、各種機材と混合して利用される。白気酸結合が5000から1万の直鎖構造分子は、ゴムの性質を示し、主に二次化粒子で利用される。科学大辞典協立出版、昭和53年縮冊版、第19冊。科学工業日報2000年10月4日付。ありがとうございます。